大学のキャッチャー坂本誠志郎。会見後には履正社高校の一つ先輩、今も親交の深いヤクルト山田に喜びの報告。今朝プロ決まりました。おめでとう。阪神やろ。はい、阪神です。見てた見てた。対戦したくないな。対戦したくないですよね、正直正直したくないですけど、でも自分は早くあの同じ舞台に立てるように頑張ります。いや本当頼むよ、本当。こっからまたまた、はい、夢かなったけど、またスタートラインやからね、これ。そうですね、こっから